さあすでに青コーナーでは挑戦者が準備万端。熊を仕留めたというチャンピオンのパンチを一目見ようと押しかけた大観衆が高村の登場を今や遅しと待ち構えています。はったりで人間が熊を捨てて倒せるわけがねえ。よし、さあチャンピオンの入場だ。なんかインチキくせえぞ。やっぱ熊殺しってのは嘘じゃねえのか。今まであんたのこと尊敬してたよ。だがタイトルマッチにこけ落としたら何事だ。ゴングが鳴ったら赤っ恥かかせてやる。うお、なんだあの傷は。熊の爪痕だ。はってりて、ビビるな。しかしですね、さすがに騒然としてますね。アピール成功というか。何がアピールじゃ。わしは大反対になったんじゃ。ヤギちゃんが進めたって言うから渋々。会長のアイディアって聞きましたけど。何？あ、高村君がそう。ごちゃごちゃうるせえ、ゴングなるぞ。貴様セコンド。あれ出ろってよ。貴様。さてと、まだまだ序の口だぜ。さあゴングです。国内最強王者に土をつけるか伊藤、熊殺しパンチで粉砕するか高村。倒したのは右ストレート。秒殺でもするのか。挑戦者から出た左を脱出前進。チャンピオンやや交代。リズムだ。左でリズムを取ってペースを握る。いい左を打ちよ。よし手を止めるで。チャンピオン左。しかし挑戦者の動きもいい。左の差し合いだ。リング中央両者の左が交差する。激しいペース争い。あれなんからしくないな。おっしゃ高村、左の小突き合いしてんじゃねえよ。力でねじ伏せろ。ハイレベルな左の応酬。しかし今日のチャンピオンはどうした。いつもの豪快さが見られません。伊藤の左がそうさせねえのさ。チャンピオン左。左を丁寧に当て続ける。教科書通りクロート好みの展開です。高村右だって右。左だけじゃ倒せねえぞ。ワンツー。チャンピオン冷静にいなします。しかしうめえな。あの男意外と基本ができてるからな。また左。どうしたんだ。右を打ち込むチャンスは何度もあるのに。左。チャンピオンあくまでも左一本。おい、ジャブがだんだんストレートに近づいてきた。もしかして高村さん。何やってんだ。チャンスだろ今。熊殺しってのはやっぱり嘘か。右だよ右。左だけじゃダメだってば。左だけじゃだけじゃ。左だけだぞ。おい、本当に左一本で倒しきった。格言通りのことをやってみせたというわけだに。格言って。左を制する者は世界を制す。左一本っていうのは世界へのアピール。挑戦者立てません。なんと左手一本、片手でねじ伏せました。チャンピオン高村完全勝利。やってくれるよ。まったくすごい。意外と早く片付いたな。肘何じい。熊の怪我は正直調子に乗りすぎた。
説教の覚悟はできてるからよ。何でも言ってくれ。やかましい。さっさとリングを降りて。あれほど見事な試合見せられたら説教などできんわい。高村4度目の防衛に成功。このチャンピオンには日本は狭すぎる。誰もがそう思った一戦でした。